アルセニー・マルコフは、ロシア出身の男性フィギュアスケートアイスダンス選手。パートナーは、シャンタルル・フェーブル、スベトラーナ・クリコワ。ロシアのモスクワに生まれる。4歳の頃にスケートを始め、やがてスベトラーナ・クリコワとカップルを結成。1997から1998年シーズンの ISU ジュニアグランプリに参戦を果たした。 1999から2000年シーズンには JGP クロアチア杯で優勝を飾り JGP ファイナルへ進出して6位入賞。また世界ジュニア選手権にも1999年と2000年の2度出場し最高位は2000年世界ジュニア選手権の6位であった。2000から2001年シーズンからはシニアクラスに完全転向し ISU グランプリシリーズに参戦。 2001年、ポーランドのザコパネで開催された、冬季ユニバーシアード競技大会では3位となった。2002から3003年シーズン、スケートカナダで3位となり、グランプリシリーズで初の表彰台に上ったが、同シーズン終了後にカップルを解散した。直後に、カナダに渡りシャンタルル・フェーブルとカップルを結成。2005から2006年シーズンからは、カナダ代表として、 国際大会へ出場。2007から2008年シーズンは、スケートカナダとエリック・ボンパールハイに出場を予定していたが、2007年7月に引退を発表し、今後は、高知県振付師として活動していくと発表した。ロシア・ゴラテン・ホンジ、アーソン・イ・マールコフ、ありがとうございます。